としてます。今日はレッスンに通われてる生徒さんに直接生の声を聞いてみようということでインタビューさせていただきたいと思います。どうもよろしくお願いします。お願いします。今レッスンに通われてますが、はい、楽器とジャンルをちょっと簡単にご説明していただけますか。楽器は一応ギターで、はい、ここのタンタンさんに置いてある、マヌーシュギターっていうんですか、このジプシーギターを、教わっております。マヌーシュギター、ジプシーギターですね。そうですね、ジプシースイング、ね、はい、はい、ありがとうございます。ちなみになんですけど、レッスンに通われてどれくらいになりますか。3年ぐらい、はい、結構長く通われて、ありがとう。気づいたらありがとうございます。ありがとうございます。レッスンに通おうと思ったきっかけとか、通うきっかけっていうのは最初は何だったんでしょうかね。最初はまあギターの音がすごく好きで、はい、でタンタンさんにそのマヌシュギターがあって、で元はだから本当アコギとかクラシックギターとかエレキギターをやってたんですけど、そういうギターがあってその音がすごく好きで、そしてなんかそういうレッスンもやってるよっていう話だったんで、だから本当にもう初心者用のジプシースイングギターを買ってそのまま上で一緒に習ったっていうのが、そうですね、最初はうちのギターのお客さんとしていらっしゃったのがきっかけで、そうだからレッスンもやるんだからちゃんとそのジプシーギターを、ちゃんとしたやつを買おうってことで、そうでしたか。そうでした。ありがとうございます。通う前と後ではなんかご自身感じる違いとかっていうのはございますか。まあちゃんとやっぱこう目標というか、その2週間に1回とか日曜日とかそれで決めた目標とかでちゃんとやってると、まあやっぱりこうサボってるだけでやっぱりうまくならないしっていう。そうだからやっぱりね、仕事で忙しかったりするとこう練習もできなかったりっていうのもあるんですけど、はいはい、でも逆にこのレッスンがあるから、あ、じゃあちょっと今週は頑張んなきゃだとか、そう、逆にそう、レッスンでもあるし、なんかこうコーチのようなというか、先生がコーチであり先生である、その時のちゃんと自分に合わせてくるっていうのがすごくありがたいと思っています。はい、ありがとうございます。はい、今後ともよろしくお願いいたします。ありがとうございます。ポケットに今やったフレーズで、ああ、
このフレーズが反応が、そうそうそう、一応わかるから。あー、できるかな。まあやってみましょうか。